Lie は True。 あなたは信じる？巷に転がる都市伝説を紹介するブログ。どうも、小池です。ミョンです。ネイビーです。何ですかこれ。だから、ネイさん、巷に転がれって言ってました。巷に転がる都市伝説を紹介するブログ。転がれみたいな、なんかよいしょ、いっぱい転がれっていう感じ。怖いですね。いや、今日ちょっとあの小池スタジオ風のね、サムネだったんで小安田かなと思った方もいらっしゃると思うんですけど、うん、今日は都市伝説やります。おで、今日の Vlog なんですけども、はいはいはい、昨日のね、配信で僕たち、うん、あのステージに立ってる姿を見てもらったと思うんですけども、はいはいはい、やっぱりね、その音楽活動する前にそれぞれがあのスタッフ活動をやってるんで、うん、ちゃんとその都市伝説で僕たちちょっと有名になれたから、うん、その辺をちゃんとやっていこうと思って。なるほど。僕個人的にはこの前ビゴライブの生配信で都市伝説をですね、やったんです。動画では取り扱ってない都市伝説やったらめっちゃ好評で、過去最高の17万ポイントとかもらったんですよ。1時間だけでね。すごい。でもそのビゴライブの特性上アーカイブって残んないんですよ、ね。はいはいはい。なのでもう一回聞きたいとか途中から聞いたから分かんないっていう人もいたんで、うん、まあじゃあそういう人もまあ最初は多くいらっしゃると思うから、じゃあ特別になんか語れたらいいなと思って、僕はそのビゴライブで話した内容を今日都市伝説で喋ろうと思ってるんですよ。なるほど。そう、でも僕だけだったら特別感ないから。はい、ちょっとミョンとネイビーっていうこのね、ザ・サイレント・ドッグっていう今バンドを活動してるメンバーのそれぞれのね、なんか実体験とか人から聞いたやつとかの都市伝説と聞いていこうっていうのをまあミックスしてやろうかなと。ミックス。なるほど。ということで、ね、なるほどね。大丈夫でしょうか。はい、OK です。じゃあ誰からいきますか。はい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 、はい、どうぞ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 。僕ですか。じゃあ無難に僕からいきますか。はい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 。僕の一個都市伝説なんですけど、ちょっとこれはリアルなね、僕こと言っちゃうんで、うん、ちょっと閲覧注意というか、エンターテインメントであり、巷に転がっている情報ではあるんで、うん、まあ僕だけがこれ信じてるわけじゃないけど、みんなにとって聞かない方が良かったと思うかもしれないから、ちょっと気をつけてくださいね。これ自己責任でお願いしますね。うん、まずですね、そもそも世界の言ったら大企業って言ったらどこを想像しますか。例えば優作だったらガーファってやつね。ああガーファね、うん、ガーファって4社言えますかちゃんと。Google、うん、Apple、うん、Amazon、うん、F どこ行ってん。あれ Facebook です。おーそうですね、はい、現在メタ社に変わりましたけども、はい、そのメタ社って知ってました？1万1000人を解雇、はい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 、リストラなんです実は、うんうん、これ結構深くないですか。確かに。ガーファともあろう企業が1万1000人を削除するってえぐいなと思っていて、はいはい、これ全従業員の 13% に当たるんですって、うん、だ結構削減するんですよね。で、GAFA ではないんだけども同じく SNS で成り上がった Twitter 社、これ全従業員の半数に当たる約3700人を解雇。あー大変だ。すごいことだよね、うん、で僕ね思うんだよ、その GAFA っていう巨大な組織でも半分を解雇しなきゃいけないとか 13% に当たる従業員を解雇しなきゃいけないって、うん、ありえないと思ってんだよね、うん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 、そもそもなんでありえないかって言ったら、やっぱ大企業ほど懐事情が苦しくなった時の損切りって早いと思うねんけど、まずねこの辺のグローバル企業、その IT におっしゃったところが潰れるとはまず思わないんだよね、ここまでの影響力を持ってしまうと。で僕ね、あのなんでここまで言い切れるかって言ったら、 HSBC の僕銀行の口座を持ってるんですよね、はい、HSBC で分かりますか。ちょっと僕分かんないですね。これ香港上海銀行の略なんですよ。はいはいはい、はい、その HSBC の口座を僕ね、あの香港に作りに行った時に、もちろんエージェントさんから紹介されて、まあ、それ作るんだけども、うんうんうん、そのエージェントさんがすごい HSBC のことを知っていて、いろんなことを教えてくださったんで、うん、あくまで僕都市伝説として聞いてほしいんやけども、うん、HSBC ってアジアで一番大きい会社なんですよね。へー。あの銀行の中でも、はいはい、日本の有名な銀行ってかなり下の方なんだって。うーん、それぐらい世界とはすごい差があるって言われたんだけども、その HSBC すごいのは、例えばそのトレーダールームみたいなね、うんうんうん、自分のところで投資案件とかいろいろ外貨とかも取り扱ってるから、そこでお金持ちの人もさ口座持ってるわけでしょ、うん、だからお金持ちの人がどこで買いをつけるか、どこで売り抜けるかって見えてるんだよね、内部で。理由わかる、それ理屈。通帳の動きでわかるってことですか。うん、違う違う違う、その外国為替の流れで、はい、で例えば今1ドルが100円だとするには分かりやすく、はい、じゃあ100円から円安で例えば130円まで上がると、じゃあ130円より上は行きにくいと思ったら130円で売りを仕掛けるわけね、はいはい、そしたら100円からこう上がってて130円のところまでは上がりやすいんだなっていうのが見てて分かる。だってここに注文入ってんやから、うん、そうだから、この注文を見て自分のところでトレードするだけっていう、だから結構できるレースになっちゃってる。だからお金を持っている人ってその情報もそうなんだけども、どこでその注文が足りないか知って
てるから、うん、実は損しないようになってんだよねって。なるほど。なるほどって思うじゃん。うんうんうん、っていうのがもう巨大すぎる銀行だからそれできてしまうと。だから同じくガーファも自分たちでも情報を作れてしまうような組織なんで、お金に困ることがそもそもありえないで、俺からしたらね。はいはいはい、そうなのに従業員の半分を解雇するとかっていうのは結構ありえないと思うんだよね。だってマイナスイメージにしかならないじゃん、そんなのね。うん、大企業なのに解雇しましたっていうその信用ブランドの方がさ落ちちゃうわけでしょ。じゃあなんでそこまでして解雇するんだって、その理由がちょっと僕は都市伝説があると思っていて、うんうんうん、これは AI に働かせるためだと思ってるんですよね。はー、これどういうことかというと、今その AI がすごく発達してきて、うん、人間の職業を奪われちゃうんじゃないかって言われてるわけなんだけど、ありますね、うん、ホワイトカラーだけは大丈夫じゃないのっていうふうに言われたわけですよ。ホワイトカラーの業種ってわかる？いやちょっとご存じないですね。なんか白い服を着るのが似合ってる業種っていう意味合いでわかるのかな。だから弁護士とかエンジニアとか税理士とか司法書士とか、はあ、なるほど、そうそう、だからそういうところが大丈夫じゃないのって言われて、どんどんそれも壊れていくらしくて、でまずはそのブルーカラーって言われるところ、実は作業着を表すから、なんか労働者って意味らしいんだけど、例えば工場なんかでもロボットの方が力もあるし正確な動きをするし、人がどんどんいらなくなるよねっていうのは機械化の波に煽られて、工場って全部そうなっていっちゃってるじゃないですか実際にね。で今度ホワイトカラーまでそうなっていく、今まで人じゃなきゃいけないと言われた仕事までもが、まあ、機械に奪われていくっていうことらしいんだけども、じゃあこれからどんどん AI の時代になってくるって言ったら、やっぱ SF チックに言うとシンギュラリティってやつだよね、うんうん、技術的特異点って言うんですけども、人間の知能というか人間の社会の立場を機械が上回ることっていうふうに言われてるんですけども、これが2045年って言われてたんですけど、それどんどん年々早まってるらしくて、今はもう29年にはシンギュラリティが起こるんじゃないのっていうふうに言われてるんですよね。あと6年、そう、じゃあここでいやそんなまだ先の話やろとか、ほんまにそんな日来るんかいなって思うかもしれない。でもガーファとかの動き見てたら思わないですか？だって人がいなくなって AI がほんまやってくるってことは、うん、まさにその時代が来るよっていうことを言ってんのと同じなんですよ、僕からしたら、ね、そう、それがなんか見てわかるからちょっと怖いんですよ、はい、でなんでそれが驚異的に今年になって感じたかっていうと、こいつの存在なんですよ、チャット GPT。 出たー。これ僕たちスタッフの中でも使っていて、ね、ここに原稿を確認させたりとか、うん、今はねしてるんですよね、うん、してますね。そう、それぐらい今チャット GPT に対する信頼感がめちゃめちゃ熱くって、うん、僕ねこいつの何が脅威かって言ったら、うんうんうん、人によって答えも変えてくると思うんですよ。そう、例えばね好きな音楽を教えてって言ったら10代の子に聞くのと50歳の人に聞くのって多分違った偏りが出てくるわけじゃないですか、うんうんうん、じゃあ聞いた時に僕が今何歳かによっておすすめしてくる曲が変わってくるわけですよね、うんうんうん、だからおすすめの曲はっていう問いは一つの系統なんだけど、答えが何系統もある、うんうんうん、でそれを人によって使い分けてるんだよね AI が。すごい。そうだから例えば彼女欲しいんだけどどうしたらいいって聞いたら、僕の年代への対応の回答と10代の子では違うわけや、うん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 、学校でこう立ち振る舞いましょうって僕にアドバイスして俺学校行ってへん人なるわけよね。だから人によって答えを変えてくることができるのは、これはもう今までの AI の常識と違うわけですよ。確かに。そう、それができた時に実際にイーロン・マスクさんもロボット作ってますけども、見てください、このようにですね人型のロボットばっかなんですよ、うんうんうん、普通はその工場とかで使うんだったらアーム型とかの方が絶対作業しやすいし無駄がないじゃん、うん、じゃあなんでいちいち二足歩行させるようなロボットを開発する必要があるのかっつったら、このチャット GPT の機能をそのまま載せるためなんだよ。つまり人との対話をさせるために作ってるんだよ。へえ。じゃあどんどん人が削減されていくっていうのも分かるよね、うんうん、でこれね、なんでそこまでチャット GPT がすごいかっていうと、 RPA っていう言葉があるんだけど、これは事務系の定型作業を自動化させるっていう意味なんですよ。そうだから、どんどん機械学習させていく、まあ、これをね俗にディープラーニングって言うんですけども、はい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 、機械が機械をこう学習させていくわけですね。それを毎日チャット GPT でじゃあ僕たちが質問するじゃないですか。そしたらちょっと納得できない答えとかあったらもう一回検索し直したりするよね。それを相手はちゃんと分かってるのよ、チャット GPT は。だからあこの人の時はこう回答しなきゃいけないんだなっていうデータが毎日膨大に蓄積されていくわけだ、うん、そうするとほぼ自分にとって完璧な回答が来るようになってくる。成長していくんだ。そう、それが今ねチャット GPT のバージョンが4に上がってるんでちょうどね、はい、今まで3だったんで4に上がってるってことで、はい、めちゃくちゃアップグレードされてるんですよね。
はい、これがまずねすごいなって思うところと、うん、これね何がすごいかというと、これ出たのがね昔から出てたわけじゃなくて、なんと2022年の11月に公開されてて、うん、まだダマイネとほぼ同期なんですよなるほどね。そう、僕たちも神がかり的なスピードで音楽活動がうまくいって絶版まで経ちましたけど、はい、こいつはね約2ヶ月の時点でユーザー数1億人を突破してるんだね。1億人。そうで、さらにチャット GPT 作ってるのオープン AI っていう会社なんだけども、はいはい、そこに対してあのマイクロソフト社が、うん、なんと100億ドルを投資してるんだよね。へえ。1兆円以上すごもう出してるんで、これよっぽどでしょ。すごい金額ですね。そうだ、そこまでして今 AI のに投資してるわけだから、はいはいはい、1兆円というものを従業員に投資するんじゃなくて AI に投資してんだから、なるほど、どんどん仕事が奪われるってのはそうや。恐ろしいな。そう、実際にだって今自分に合った可愛い女の子の絵を描いてって言ったら、僕だったら好みの女の子ショートカットって言ってるんで、うん、ショートカットの女の子が出てくるし、そういう芸術面とか人の感情がなかったら作れないようなことまでももう支配されてるから、多分この先のアーティスト活動とかもそうやって AI が作る曲とかもどんどん出てくると思うから、うん、まあ、一言じゃないよねってことで、まあ、今日名前のメンバーが集まってこの話もう一回したんですよ。わー、なるほど。という話。そう、これすごくない？いや、怖い。恐ろしいですね。そう、だから怖いことの方がめっちゃ多いんやけど、やっぱ僕は新しいものをウェルカムなタイプなんで、うん、ちょっと楽しみな自分もいるんでね、はい、皆さんどうですか？今自分の仕事に誇りを持っていますか？いやいや、やってませんか？いやと思ってるものから多分奪われていくし、うん、そうだって機械に任せる楽やもんな、うん、そんな時に自分っていうのは何の意義があるんでしょうか？ね、こういう不思議な話でしたけど、問いかけ、はい、いや結構ね、なんか Vlog の背景でやってるからちょっとポップに見えるはいはい、はい、ちょっと怖いなっていう感じ、うん、いやーすごいですね。おざーす。後ろの C3PO もなんかそれに見えてきました。怖い怖い。R2D2 まさにね、アストロメイクされてみてもね、うん、オールマイトにはなりませんかうまい、ありがとうございます、はい、ということでじゃあ次は明先生いきますか。あ、僕いきますか。はい、わかりました。僕のお話なんですけど、はい、皆さんね、はい、まあ、僕らも今バンドやってますけども、はいはい、エンタメ好きでこういう、まあ、バンドだったりと小業界いると思うんですけど、うん、はいはい、うん、その基礎になったのって小池さん何ですか？僕らバンドの基礎になったやつ。バンドだってもうエンタメ何でもいいです。僕の基礎はやっぱダウンタウン。ダウンタウンですね。そう、やっぱダウンタウンのお笑いに憧れて今ここにいます。ずっと違い俺ねメイビーさんは何ですか？僕もあの近いところなんですけど、はい、めちゃイケのオファーシリーズ、はい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 、それを見て、はい、舞台に立ちたいなと。なるほどね、はい、まあ、そういった、まあ、2人とも舞台への憧れっていうのは、まあ、お笑いだったりとか、うん、テレビだってあると思うんですけど、うん、めっちゃある、うんうん、僕は、うん、ももクロなんですよ。え、すごい。ももクロクローバー Z アイドルの、ね、駆け出した気持ち。あのオレンジノートありがとうございます。小池さん好きな曲ですけど、好き、めっちゃ好き、はい、まあ、小池さんも、うん、ももクロ、まあ、曲結構ね好きっていうのは聞いてますけども、はい、好きですね。メイビーさん知ってます？ももクロは週末ヒロイン。あ、ありがとうございます。その情報があればもう大体知ってます。週末ヒロインって曲はないんですはい、まあまあももクロって言ったら、まあ、うん、結構まあ見てる方も知ってる方多いと思うんですけども、はいはいはい、そこそこ売れたアイドルグループですよね、うん、売れたよ。国民的と言っても過言ではないでしょう。いやだ、大成功してるグループ。そうなんですよ、うん、それで言いますと我々も昨日の動画で、うん、武道館に立つのが夢ですって言ってましたけど、ももクロなんかもう2008年デビューなんですけども、うん、その時の、うん、まあ、夢として掲げたのは紅白歌合戦に出ること、うん、あ、言ってたの懐かしい。今なんか当たり前すぎてなんか忘れちゃってたけど、うんうん、それをたった4年で叶えてるんですね。まずそれがすごい。すごいわ。めちゃくちゃ歌うまいわけでもないのに。そうだって路上ライブとかしてたからね。最初の1年目は路上ライブだったりとか、でもそれこそ ZEP とか経てね、うん、そう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 、やって4年でたどり着く、これ相当早い。早いね、うん、でさらに紅白歌合戦終わったと次の夢なんだってファン思ったら、うんうんうん、その年のもう年始に日本で一番大きい会場の国立競技場でやります、それが夢です、そのやったな宣言してたんですよ、うんうん、それも1年で叶えてるんですよ。すごー。もうだからそもそもね紅白の時は3万ぐらいのキャパが限界だったんですけど、うんうん、国立競技場だったら5万超えのキャパですから、はい、うんうん、もう相当すごいスピードでやってるんですけど、すごいな、まあ、こういったスピード感がもうなんか僕からしたらもう物語見てるような感覚、うん、すごいね。そうだったので、まあそこに結構引き込まれたとこはあったんですけど、いや、分かる、分かります、すごいわこれは、はい、でそんなももクロがさらにすごいなと思った話があって、うんうんうん、2014年にあったライブ、うん、僕も参加してたんですけど、うんうんうん、東神祭っていう、うんうん、まあ、夏のイベントがあったんですよ、うんうんうん、でそれはお祭りを、まあ、イメージした、うんうん、日本各所からいろんなお祭りのコンセプトが集まってるっていうようなライブなんですけども、そのライブめちゃくちゃ野外の日産スタジアムだったんですけど雨降ってて、うん、雨降っちゃったんだ。そう、うん、1時間ぐらい押してたんですよ、うん、
で、わこれ中止になるんじゃないみたいな、うん、もう会場にいる人もみんなざわざわしてたんですけど、ももクロそこでちょっと雨が止み始めた時にもうやるぞって決行したんですよ。ほうほう。でそのやった曲が、うん、雨のたじからおって曲なんですけども、ほうほうほう、まあその曲雨のたじからおって名前でピンとくる方いるかもしれない、これ見てる方。男ね。そう、うん、この雨のたじからおって調べてみたら分かると思うんですけど、うん、日本の神様の名前なんですよね。あ、そうなん、はい、これが、まあ、どういう神様かっていうと、もともとアマテラスの大神、うん、まあ太陽の神が天の岩戸に閉じこもってしまう、そして太陽が出なくなるっていう日本神話があるんですけど、雨のたじからおっていうその神がその岩をどけた神様で晴れにした神様なんです。はい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 。でモモクロがその雨のたじからお1曲目歌った後には晴れて虹かかってたんですよ。面白い。ももクロ伝説やん。そう今日だから、うん、もう僕その時にもうももクロマジですごいなっていう思ったっていう話でした。いやでもすごいすごい、 すごいめっちゃいい。まあ、ミョンももクロやアイドル好きだから、そうそうそう、めちゃくちゃ好きも伝わるし、いいよね。なんかそもそもステージに立つ原点みたいなのも聞いたわけだし、すごいね。そうなんです。だからそういった奇跡を起こしていきたいっていうところが結構僕、うん、まあ原点ですね。奇跡起こしちゃう、うん、じゃあ起こしちゃいましょうよ。すごいね。ということで、まあ武道館のよろし、うん、あの、はい、応援もよろしくお願いします。じゃあ 僕たちもそれぐらいの規模になった松崎しげるさんに来ていただきます。ももクロね、毎回松崎しげるさんね出てきますけどね。はいはい、はいはいはい、なるほどね、はい、っていう感じの面白いアイドルプチ都市伝説みたいな感じ。これは確かに小屋下ではちょっと弱いんだけどそうですね、今はめっちゃ刺さる俺らに。なるほどね、うんうん、ピンチが多かったから俺らもね、うん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 、いやいいよねっていう感じです。いや国立競技場なんかねなかなか取れないし、取れてもね延期とか簡単にできへんの、ね、雨降ってるから。そうっすよ、ね、もうやらなきゃ赤字になる。でもやってしまったらなんかその悪天候がゆえに事故も起こったりするかもしれないです。判断がめちゃくちゃ難しいよね。その中で引き寄せたっていうのはこれはすごいことだね。すごいっすね。いやすごいな、うん、この時はマジすごいなと思いましたね。なるほど。じゃあ最後ネイさんお願いします、はい、はい。とっておきのやつを持ってきました。本当ですか。大丈夫ですか、楽しみします。大丈夫です。僕あのドサンコなんですよ、うん、まあ北海道出身ですね、はい、北海道出身なので、うん、ちょっと北海道にまつわる都市伝説を、うん、はいはい、ぜひぜひぜひ、はい、お二人あの北海道にしか売ってない飲み物でご存知なものあります？ええこれだっていうもの。清水。清水ね、お嬢様清水浴びると元気になると言われている、うん、はい、なんだろうな。え、それなんか牛乳とか。あー惜しいですね、まあ、牛乳も有名なんですけど、ハスカップのなんかドリンク。あーちょっとシュワシュワっとした、ヒントはシュワシュワっとした感じのやつなんですけど。ビールかな。ビールもね、札幌ビール有名です、うん、何何何教えてください。ガラナっていう。あー聞いたことあるわ。ガラナね。ガラナです。はいはい、はい、飲んだことあるもん。あ、飲んだことあります、うん、このガラナっていうものが、うん、北海道でも根強い人気なんですよ。はいはいはい。でこれがなぜなのかっていう話を今日ちょっとさせていただきたいんですけど。よしだしだ。まず日本にはですね、うん、まあ、1958年にコーラが上陸したんですよ、したんですって僕調べですけど、はいはい、僕調べです、うん、でね、このコーラが、うん、あのそもそも世界的に人気になっていたと、うん、でその世界的に人気になったものが1958年日本に上陸するんですけど、うんうん、はいはい、その段階で飲料業界がもうコーラに乗っ取られちゃう、うん、戦々恐々な状況だったんです、うん、日本は、ね、うんうん、でこのコーラに対抗すべく、うん、ちょっと商品考えようじゃないか、はい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 、北海道そんな、うん、なりましてですね、うん、それで考えられたのがガラナなんですよ。へえ、対抗するために作ったんだね。そうなんです、うん、ブラジル発祥なんですけど、このガラナを、はいはい、コーラ、に対抗するために作ったと、うんうんうん、ただこれですね1958年繰り返しになりますけど、うん、コーラが日本に上陸しました、はいはい、この時点ではもう本州は、うん、もうマーケットはほとんど全部コーラに奪われてしまったんです。ただ、ね、なぜ北海道にだけガラナが今も根強く残ってるかというと、うんうん、なんで？この本州に、うん、コーラが上陸してきたんですけど、うんうん、北海道は本州と海を隔ててるわけですね、うんうんうん、なのでその本州の流行が北海道に来るのには、ブランクがあるんです、はいはいはい、数年のブランク数年もあったんだ。エンタメとかイベント業界何でもブランクめちゃくちゃあるんです。何光年離れてる何百光年離れてる。でもそれぐらいのことなんだろうな、うん、多分、うん、で、結局コーラが上陸するのも、うんうん、北海道は本州よりもブランクがあったおかげで、うん、その間に、うん、ガラナが北海道では市場を占めることができたんです、うんうん、っていう話なんですけど、あれ
ていう。なんで今もガラナは北海道で根強く人気なんですよ。コーラは要はガラナが市民権を得た後にコーラ来たんで、いやいや私たちはもうコーラよりもガラナですよっていう方が多いんですよっていうお話。その飯屋会みたいな終わり方。でもまあこれがネイビーのいいところというか可愛らしいところじゃないですか。そうですね、焼きそば弁当でなんでスープがついてるかっていう話もありますけど、あ、それはまあ今度ですけど、今度です、はい、今度個人的に来ます、はいはい、うん、どうでしたでしょうか。まあ順番は良かったと思います。これはこれね、あの僕たち3人で言ったらもう Vlog ね今回してるし、まあ、プラスユーサックがいて、うん、まあ、名前も応援してもらいたいんだけども、ミョンさんってどんな人なんとか、ネイビーさんってどんな人なんて結構伝わってないことも多いし、最近コラボも多かったから僕の知名度上がったんだけど、2人の知名度まだまだ足りてないと思うから、ちょいちょい出していこうと思うんですよ、はい、もしこれ高評価1000超えたら毎週ダマ犬都市伝説の回やりたいと思ってるんで、ぜひあのこういうゆるい都市伝説好きだよっていう人高評価押してくれへんから、お願いします。そして僕たちの3人のねビゴライブのやつとか SNS 貼ってるから、ぜひちょっと全部フォローしてほしいんですよね。ぜひ3人であの武道館立ちたいって思っていて、その日あの雨予報の日にやります。あ、うん、雨のたじからを歌おう、うん、そうで伝説作ります。なるほどね、もっと土砂降りになったんやけど、ね、はい、はい、ということで皆さん、今後もですね小焼き Vlog ゆるくやってきます。そして4月の23日1周年に向けて10万人達成したく今、一生懸命頑張ってますので、ぜひチャンネル登録のほどよろしくお願いいたします。皆さんのコメントもお待ちしております。それではバイ、ありがとうございました。